皆さん、本日はお忙しい中、しかも今ね、大雨になってまいりましたけど、これ先に来られた方はね、晴れ男晴れ女の方ですが、ちょっと前に来られた方でなんか雨男雨女がいるのかなというような感じですけどもね、まあ、天気予報通りですということで、まあ、1週間前にね天気予報を見てましたらね、あの雨の確率が 90% ということでしたがね、あの皆様のお力で、楽器搬入の時などは快晴でございました。どうもありがとうございました。そして今日はですね、私あの70歳の誕生日です。それでですね、2014年の1月15日に、この近くにありましたね、相馬にありましたくるみさんというところで初めてサンディーズということでね、名前をつけてデビューしました。そのちょっと前にはね、違う名前で出てたんですけどね、言うと思っていましたが忘れました。ユーザー名ということで、戦闘隊でお風呂が入る、集まりがありまして、そこのメンバーと組んだのが、ユーザー名ということで、その後サンディーズというふうに名前を変えまして、デビューしたのが同じ2014年の1月15日ということで、2024年ですのでね、まあ、10周年ということになりまして、じゃあ合わせて何か、ね、ちょっと催し物やりたいなということで始めました。はい、それで今日今からね11組の方に出ていただきます。まず最初にですね、開会の方をですね、私はいつもゴールドスタイル、ナイトライブということでね35回お世話になっております。ゴールドスタイルメンバー代表、保坂さんよりね開会の挨拶をお願いしたいと思います。はい、皆さんこんにちは。僭越ながら挨拶をさせていただきます。ゴールドスタイルメンバーズという、まあ、趣味とか社会貢献活動をする方々をこう後押しする、まあ、オンラインコミュニティを運営してまして、この森田さんも、そのメンバーの一員として活動していただいております。はい、まずはお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。サンディーズ10周年ということで、サンディーズの皆さんもどうもおめでとうございます。まあ、ご紹介ありましたように、私のお店でですね、35回ライブを開いていただいております。まあ、そのきっかけはですね、まあ、コロナウイルスでですね、この黒沢さんがですね、昔というか前ですね、3年前にですね、開催していたライブがですね継続できなくなるということですね。で、森田さんが私のお店に来ましてですね、なんとかうち私のその今もともとカレー屋さんをしてたんですけれども、このカレー屋さんの場所で、大事な黒沢さんのこのライブを止めるわけにはいかないということでですね、相談を受けて、で今までずっと開催させていただいているというような形になっております。はい、で今回まあ挨拶させていただく上でちょっといろいろヒアリングさせていただいたんですけれども、この今人生の中で、まあ、得意分野とか輝いていた時期ってどこですかみたいな感じでお話ししたんですけれども、森田さん実はですね得意技がありましてですね、中学校の時にですね体操部だったそうでですね、で実はあのバク宙とバク転ができるということで今もできるそうなんですけれども、今あの体そのウォーミングアップもまだ終わってないじゃないですか、今日は行ったり来たりしてますけども、それとあとは高校の時にですね、まあ、あののど自慢大会があったそうで、そこで、まあ、すごくいい賞を取ってですね、そこであの女性にモテ始めたらしいですね。で音楽活動でこうモテ始めてちょっとこうノリノリになっていってですね、音楽がどんどん好きになっていったみたいな感じで話を聞いております。はい、で実はの高校を、ね、卒業した後はしばらく音楽はされなかったのでしたっけ。いや、高校3年ぐらいからやり始めたんです。やり始めて、でしばらく25歳で、まあ、結婚して子供ができて、最初から転勤を命じられまして福井県の方に転勤しまして、それでちょっとメンバーと会えなくなり、仕事もどちらかというと終わる時間が遅かったので、はい、そうですね。
この音楽というのはですね、本当にこの30年ブランク後にですね、こうやってまた継続してですね、楽しめるというのは本当に素晴らしいなと思います。実は私のオンラインコミュニティのですね、テーマソング希望という曲を作ってもいただいてるんですけれども、私の好きなフレーズがありまして、君の未来は輝いているという言葉があるんですけど、どうですか、皆さんの未来は今の人生は輝いているという方、手を挙げていただいてよろしいですか。お、輝いてますか。皆さん輝いてますか。はい、じゃあサンディさんの、今人生は輝いていると思う方、手を挙げていただいていいですか。なんで輝いているかなっていうことを考えてみたんですけども、やっぱりこう自分の好きなことであったりとかですね、周りにすごい仲間がいるからこう輝いているように見えるというか、本当に輝いているんだと思うんですけれども、はい、今回ですね、このライブを記念しましてですね、いろいろ考えましたけれども、やはりこの森田さんがいるからどんどんこう周りの人がですね、巻き込まれてですね、みんなの未来が輝いていっているんではないかなというふうに思いますので、はい、これからもですね、皆さんのことを、もっともっと輝かせていってほしいなというふうに思います。以上で挨拶をさせていただきます。今日は楽しみにしております。はい、保坂さんありがとうございました。部長保坂さんに拍手をお願いいたします。緊張してね、今回お話をさせていただきましたけど。